はい、ということで今回もこちら Call of Duty MW 早速ね実況プレイやっていくんですけども、今回 MW の方に 8GB から 9GB ぐらいかなの中型アップデートが来ておりまして、まあメインは新マップ2種類とあと新モードのハードポイントといった形の、まあその COD 従来の紙アップデートが帰ってきたみたいな感じらしいんですが、どうやらそれがね、後日以降のちょこちょこ追加らしいので、とりあえずまあ今回事前で追加された武器調整のアップデート紹介やっていこうかなと思います。こちらすでに実装されているんですけども、アサルトで一番人気の M4A1 がまさかの弱体化。まあ、まさかというか、まあ、当然だよね。まあ、一番使われてるアサルトライフルなんですけども、こちらがまずダメージ量の減少と、あと、反動が増加したらしいですね。はい。そして、その他のアサルトも巻き添えを食らってて、まず全体的に、腰打ちが弱くなったと。そして、フルオートの 5.56 弾使う。まあ、基本的にブレないアサルトですね。そちらが弱体化しておりまして、キロ、M4A1、そして M13、AK47 の 5.56、ここいらあたりの武器の射程距離が減少しております。もう妥当ちゃ妥当。代わりに、サブマシンガンにめちゃめちゃ強化が入っておりまして、移動速度の増加、ADS 移動速度の増加、スプリンアウト時間のわずかな短縮。ということで、まあ、どっちかって言ったら打ち合いというよりかは、移動系ですね。うん、ガンガン走れるように調整されております。いいですね。そして、クソザコウージ君の射程距離が増加。ありがとうございます、運営さん。前回動画にしたんでね、ぜひぜひ皆さん、強化前のウージ見てください。で、あと、LMG が全体的に弱体化してますね。腰打ちの命中精度増加と、あとダメージ、減少なんですが、この SA87 だけ入ってないらしいです。まあ、SA87 自体がね、レートが遅いので、まあ、正直そんなに、この現環境的に刺さるところがないので、こいつだけなんか省かれてるみたいですね。で、その他ピストルの移動速度アップだとか色々とあるんですけど、何より今回でかいのがこちらの725ショットガン。こちらがですね、構えた時と腰打ちの時の命中精度を弱体化。そして、ダメージ量の減少ということで、いやー、やっと来ましたね。もう海外のプレイヤーもこれにブチ切れてましたから。はい。まあ、こういった形で武器に関しては弱いと言われているものが強化され、で、さらに強いと言われているものは弱体化入っております。まあ、わかりやすい調整ですね。で、さらにみんな大嫌いクレイマーが弱体化ということで、爆破の範囲だとか、爆発のその引っかかる、レーダーで引っかかるそもそもの範囲がちっちゃくなったりとかしてるらしいです。で、あと EOD が強化されて、まあ、今まで EOD つけても普通にまあクレイマーに死んでたんですけど、それがちょっとなくなったと。だからまあ、今更だよね。今までのコールオブデューティーって、こういう爆発耐性系のパークで、全然クレイマーとか設置型のやつはもう防げてたんですよ。今作だけですからね。どういう履き違い方したんやろうねっていう感じじゃないですか。はい。そちらが調整できております。いやー、やっとですよ。で、あと、スーパーダッシュあるじゃないですか。ダブルタップ走り。そう、あれもね、ベータの状態に戻したという感じですので、まあ本当にSMG だとかガンガンとつれるようにこう調整されてるみたいなんで、ちょっとまあこの環境で遊んでいこうかなと思います。はい、ということで、これからもね、ちょっと Call of Duty MW の動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価お願いします。はい、ということで弱体化された M4A1 と725を使っていきたいと思います。使っていくカスタマイズは M4A1 がこういった形。で、725さんがこういった形。はい、気になった方はぜひ停止してみてください。やっていきましょう。さあさあ、やっとね、これでまともなアップデートが来た感じなんですけど、まあ問題はどれぐらいですよね。ぶっちゃけまあ旬時ゲーなので、まあ本当に大まかなこう弱体化しない限りは変わんないんじゃないかなって個人的に思うんですけど、果たして。あー、身からそっち行っちゃうのか、どうしようかな。D 拠点まで吐けてもいいんだけど、いやー、これ B 拠点乗った方が良くない？ね、これ D 拠点まで行ってもいいんだけど、ここで全滅しちゃったらマジでやばいからね。頼むよ、味方。いやー、行かへんのか、お前。味方一緒に俺と D 攻めようぜ。OK、ナイス。こんにちは、1キル。からの、しっかりとショットガンに切り替えて、こんにちは、ナイス。まだまだ行くよ。オッケー。さあ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 、しっかりと M4A1 リロードして。来そうだな。とりあえずフラグ転がしましょうか。敵さんいますか？ブロック中って言われた。え、敵殺せた。ありがとう。ダブルキル。ははは。強すぎ打ち。強すぎ打ち。もう無双しちゃってるんですけど、自分、ウィルソンいいっすか、開幕。なんか出せへんかったんやけど。なんでな。一回これ外でよっか。味方、チェンジ。優美出していきます。普通にさ、M4 じゃないわ。強くね？これほんと弱体化してんの？ねえ。これは本当に弱体化って言うんでしょうか。なんか、全然 M4 も強いし、やっぱね、ある程度解けるゲームなんで、弱体化って言われても、多分そんなに違和感ないんじゃないかな。で、ましてやこれグランド王じゃないですか。そう、グランド王って結構広いんですよ、マップが。マップが広いから、弱体化来たら、マジでそのブレ方だとかで解けなかったりだとかするわけなんですよ。
これ6対6とかでディーンとかその落ち着いた立ち回り、いわゆるバイポッド立てれる状態とかでなってきたら、そこまで多分大会で分かんないんじゃないね。グランドウォーでこれだったらいいね。お、強い敵いんのかな。いるいるいる、2人ぐらいいんね。1枚カット。あー、ブレどうだろう。確かにちょっと上がってるかもしんない。お、しっかりとしゃがんで打つ。おー、結構ブレ上がった。さっきのちょっと上がりましたよ。お、725はやっぱり強いですね。さあさあ、しっかりと UAV 出しつつ、後ろいるね。お、オッケー。いや、全然強い、全然強い。弱体化って本当知ってる意味。コロボディティ、弱体化って意味知ってるねえ。お前、これ本当に弱体化って言えるのか。お、本当にこれは弱体化したんでしょうか。とりあえず戦車壊します。さよなら、バイバイ。いや、ウィルソン出たね。ウィルソン出たんだけど、いいっぽなー、やってもなーって感じ。よいしょ。オッケー、ナイス。ふぅ、気持ちいいね。さあ、ちょっとウィルソン使っていきましょうか。多分ね、D 拠点があっちっちなので、D 拠点、いきます。おい。オッケー。あー、やべ、後ろめっちゃおる。戦車、戦車、戦車。戦車 VS、ミニ戦車。ほ、ナイスー。頑張ってんね。ほ、死ね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 。おい、ナイス破壊。さあ、ちょっと燃料もあれなので、一回戻っていきましょう。やっぱ変わってなかったね。まあ、仕方ないよ、これは。まあ、一発目の調整なんて期待、誰もしてなかった。大丈夫、大丈夫。大丈夫、コールオブデューティ。やらないよりマシだから。やらなかった BO4 はどうなったか分かってるよな。いた。ナイス。さあ、ちょっと72、あー、725ダメか。だからやっぱアップデート来てからなんかバグるようになったね。わけわからんことになってるもん。普通になんかマッチングがめっちゃ遅くなってるバグが起きてるんで、皆さんちょっと、え、もはやコールオブデューティかそっちゃったのって勘違いしないでくださいね。まだかそっちないですから。マッチングがね、なんかめっちゃ時間かかるようになって、そうそう。なんかね、一人が抜けちゃうと、待機時間がリセットとか全然あるらしく、なんかわけわからんことになってるらしい。ほんまに。なんでそういうことしたんやっていう質問はちょっと置いといて。まあ、けど無駄なことしたがりだよな、ほんと、コールオブデューティーさん。なんかあれだよね、ほんと、1足したら、なんか2できなくなるとかザラにあるからね、コールオブデューティー、BO4 から。えって、前それできてたやんって、なんでなくなったんっていう。無限ロードとか。ね。いや、めっちゃ戦車来てる。みんな。こんにちは、イチキルからの725ショットガンでしっかりと弾よけしつつ、危ねえ。うー、いや、アルファすげえ人数だな。さあさあ、725ショットガンでしっかりと ADS して。いた。ほ。あー、確かにワンショットワンキルそれ持っていけなくなってるんだ。一応ね、今回、射程距離が伸びるサプレッサーつけてきたんですけど、それでもワンショットワンキル無理か。まあ、確かに若干変わってるだろうけど、そうじゃないんだよ。そういうことじゃないんだよな、コールオブデューティーさん。そのなんか10回にやって1回、あー弱くなったかなっていうところじゃないんですよ。明らかに、あーやっぱ近距離ちょっと微妙だねって。もうベータの頃の725でいいんですよ。うん。ベータよりちょいマシぐらいでいいと思う、ほんまに。確かにベータはやりすぎかもしれへんけど、ベータちょいぐらいでいいんですよ、コールオブデューティーさん。いやー、それ2体目はちょっと打てなかったか。ま、みんなも弱体化来たいって言って期待したやつ、正直いるだろうけども、知ってたって感じだよね。もう、我々、コールオブデューティーやってるプロフェッショナルからしたら、これぐらい。もう、ちょちょいのちょいですよ。1枚。いる。下子です。オッケー。まだ目の前いるね。ナイスカット。さあ、一回リロードしていきましょう。は味方がブラボーを取ってくれてるけど、大丈夫かな。さあ、ちょっとうまいこと B を取っていくんだけど、いるね、そこ。ほ。オッケー。強っ。全然強いですね。多分 C 拠点取りに来るんじゃないか、敵さん。いるね。これ多分上上がってる。味方クレームは弱体化って言うけど全然弱体化してへんやん。こいつも全然弱体化してへん。ダメだ。ダメだ。まずいですよ。まずいですよ。全然まずいですよ。イエボンライン。いたな敵。そこです。M4A は、あーブレるブレるブレる。全然ブレる。え、今回さ、ほら、バイパー持ってきたんだけど、全然右斜めブレしますよ、これ。多分ね、10発以上超えてくるとブレるようになると思う。だから一回ちょっとあそこら辺打ってみましょうか。いきますよ。おるおるおる。あ、ほらほらほら。え、めっちゃブレるようになった。やばいやばいやばい。え、ちょっとみんな、マジで M4 のバイポつけてやってみ。撃つじゃん。一気にブレるからね。ほら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 。すげえ。え、このブレ方やばいってマジ。バイポ立ててんのにこのブレ方はマジやばいですよ。すげえな。なんか、バランス調整のなんか、仕方がさ、斬新だよね。初段が全体的にブレるではなく、なんか今まで通りのブレ方は最初だけ。で、後半が修正されましたみたいな。斬新スタイルすぎない？面白いけどクソだよね。いるじゃん、あそこ。撃つじゃん。あー、ほら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 。めっちゃ行く。最初のさ、ブレと比べると、天と地の差だよ、これ。斬新だな、コールオブデューティー。ちょっと冷や汗かいてますね、今。え、どういうアップデートなんやろっていう。どういう風にまとめたらみんな理解してくれるだろうっていうのを今、考えてるんだけど。
ちょっと予想外すぎて、これは。お、ナイス。さあ、しっかりとリロードかましてから、いや、あと少しで終わりか。まあ、早めに巡航ミサイル出しちゃおうか。あー、なんか最悪にイモってんな。最悪イモリ殺すか。最悪イモリ殺します。待って、味方くそー。いや、味方が先にやっちゃってたか。敵さんいますね、後ろから殺す。ふっ、お、これラストキルカムいけんじゃね。どうなんこれ、いったんじゃないこれ。グランド王のキルカム、ワンチャンワンチャン来い。いやー、キル入ってなかったのか。はい、ということで、34キル、5ダッシュということで、まあ普通に強い。やっぱりちょっとネガキャになっちゃうかもしれないですけど、コールオブデューティのアップデートってこういうもんですよね。はい、ということで、ちょっとこれからもね、コールオブデューティ MW の動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。